お店の外観の雰囲気にどういう花が合うかってことで。こんにちは、花相人の尾関純子です。今日は美容室ふわりさんに来てます。ほら今まだねやり始めたところ、ふわりの仙石さんです。はい、こんにちは。今日は仙石さんに先日イギヤマガーデンで作っていただいた寄せ植えのご感想をいただきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。そうですね、一番お店の外観の雰囲気にどういう花が合うかってことで、どういう花を置こうか悩んでました。イギヤマガーデンで寄せ植えを作ってるっていうことをお知りになって、すぐ作ってみようと思われましたか？はい、もちろん思いました。ありがとうございます。はい、寄せ植えを作ってもらおうと思った決め手は何ですか？はい、それはいつも、ふわりに来てくださっている尾関さんなら、うちのお店とマッチした花を寄せ植えを必ずしてくれると思ってたからです。はい、綺麗に染め上がりましたよ。素敵です。ありがとうございます。私の寄せ植えを実際に飾ってみていかがでしたか？お客さんの評判とかもどうでしょう？そうですね、やっぱり、このお店を知っていただいているおかげで、素敵ないいお花を作っていただきました。今は玄関に飾ってあります。お客様も入ってくるときに素敵な花ねって言ってくれますので、とても嬉しいです。ありがとうございました。それでは私の作る寄せ植え、お客様におすすめのポイントをお願いします。おすすめのポイントは、僕たちでも育てやすい寄せ植えを作ってくださったことです。なので一日中日向に当てて、たまに水をやれば長いこと持つという話であったので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん、こんな寄せ植え飾ってみてはいかがですか？美容室ふわりさんの PR をどうぞ。はい、ありがとうございます。ふわりでは、一人一人の悩みに合った施術をしっかりいたしますので、皆さん悩みがある方はぜひふわりにお越しください。お待ちしてます。私本当にね、白髪が染めれなくて困ってたんだけど、ふわりさんって本当にもういい出会いだったわ。この染めれなかったのこんなに綺麗な色に染めれるようになってとっても嬉しいです。ありがとうございます。ふわりさんのお問い合わせはこちらからハナソーニンへのお問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。僕からもお願いします。はい、美容室ふわりの仙石さんとハナソーニンの尾関純子でした。またね。またね。